日本シリーズ、チケット転売屋の手法。完全に反射のやり方やん。で私、ロッカー。闇深そう。反射のしのぎやん。暴力団排除とは何だったのか。特定怖いんやろな。警察突き出せば？近くにいるやろ。どこにも指紋ついてなさそう。これ特定する方法ないんか？今日大阪駅のコインロッカーで怪しいやついたらそいつやな。毒売か、えぐいな。警察が購入して捕まえればいい。そもそもこのサイトが問題なんやろ。運営会社摘発されないの？闇バイトやん。時給はそれなりにもらえそう。薬物のやり取りじゃあるまいし、そこまでして転売したいのか。龍が如くやんけ。転売ヤーから買うのも転売ヤーやで。野球はスマホ不慣れなジジイにもかなり需要あるから、紙廃止できねえんだよな。